輝く夜空の星が流れるとき、人間は皆どのような願いをするのでしょうか。お金が欲しい、恋人が欲しい、未来を変えたい、過去を変えたい。ですが、それは本当に願いなのでしょうか。願いとは、そう、妄想にしか過ぎないのです。妄想をする、それは決してやましいことではございません。人間は誰しも大なり小なりの妄想をする生き物ですから。いえ、少し言い方を正しましょう。妄想をする生き物は人間しかいません。つまり妄想とは人間にのみ与えられた特別な力なのです。妄想の中には辛い現実など存在しません。叶わぬ理想も思いのままに。妄想こそが人間にとっての本当の幸せだ、そう言っても過言ではありません。ですが、人間は知っている。妄想は妄想であり、現実ではありえないということ。そうです、現実ではありえない。これが悲しい現実なんです。そしてこれこそが妄想が妄想であるゆえんなのです。しかしですよ、妄想が現実になれば、それはとっても素敵なことじゃありませんか。だからこそ私が存在しているんです。さあ、舞台の幕は上がります。夢より素敵な妄想をお楽しみください。ここは一体、かかってこいよ。夢より素敵な妄想なのでしょう。飛ばしてくぜ。それとも、はっ、かかってこいよ。
あなたはどちらも…まだまだ、これでも飛ばしてくぜ。これでも、まだまだ、まだまだ、妄想と現実はいつもあなたのすぐそばに。ようこそいらっしゃいました。妄想と現実の狭間、妄想なのか現実なのか、さあ始めましょう。現実のような妄想を。